チャンピオン、エリ、あのレア、レ、レア、レアじゃねえ、エリートか。エリートにも 3種類あって、あの、青色のがチャンピオンって、同じ個体が4体いて、モッドついてるって、モッドって、例えば、これだったらフローズン、固まっちゃって動きができなくなって、で、ノックバックの効果ついてて、ウォーラーって、これを出してくる。で、これにもクールダウンがある。こいつらにも。で、バンパニックっていうのは、あの、攻撃したら、吸い取るってやつ。だけど、レベル上がりに従って、そんなに強くなくなってくるかな、バンパニックは。やばいな、これかな。わし、今のところシャドウパーグローンで、回復して戦うタイプだから。とりあえず、60だったら取るかなって感じな。ババはこれより早いよ。ん？売れた。いきなり売れた。時間帯かな？アジア時間っていうか。基本的なスタイルはね、罠で出て、これ2秒間止めれるのさ、相手を。イモビライズっつって、あの固定するって。スキルな。これはエレメンタルアードっていうスキルで。あの、弾の速度は遅いんだけど、半径10ヤード以内の敵を、もう後ろ前関係なく攻撃してくれる。大体 XP 稼ぐルートっていうのは、アルカイザールートっつって、一番最初にあのパラゴンレベル100になったやつ。っていうあの引っ張って自分のところに持ってくるやつ。でも前に障害物があったら効かないから障害物を使うとかっていう感じだよ。これ難易度3が一番いい。10にするとカオス、敵が死なない。雑魚のヒットポイントは500万とかあるから、このちっこい雑魚は。こいつらのヒットポイント1億とかある。あと、ファースト入ってるから動きが速い。普段の動きよりも。でも、遅いやつはそんなに変わらないから、速いやつにファーストがつくとやばい。って感じかなぁ。速いやつにファーストつくとすごいよ。その速いっぷりが、こういうやつは、ソウルリッパーとかは速いと。今は大したことないけど、昔はやばかったな。その速さっぷりが。速さっていうか、その知名度。もう、こいつになったらやばいみたいな。これは即死、当たったら。このレベルでも即死。だから、でもね、着火するまでね、遅いんだよ、こいつ。3秒ぐらいのさ。昔は即死だったの、あの、当たったし、近づいた瞬間に爆死。あ、これね。こうなるの。でも、これでも遅くなったんだよ。昔はもっと早かったの。爆死するのが。ないんだよね。もともとないから。リソースが。これは守りのスキルさ、要するに。これはあの攻撃すればするほどライフを回復するっていうスキルに、死ぬな。大丈夫か。このスキルにルーンっていうのがあって、
そのルーンをつけるとあの一風変わったものになっちゃう。これだとスキル使ってる間サンヘイテッドと減因するのかな。でこれはあの回復量をもっと増やす。シャドウパワー使って攻撃する最中。これアズニャンって。アズニャン、もういけら。乳首にあのなんかイヤリングつけてるから。これを萌えキャラにしようと思ったなんかあの二次創作みたいな感じで。一番駆られてるキャラだからなんかアズニャンっつって、うん、アズモタンとかほんとにいいもん出さんなこいつ。昔はなんか確率高かったらしいんだけどね、ボスのそのドロップ率。